こんにちは、佐藤仁です。今回はですね、葛西にある駄菓子屋に来ました。なんと白金とんぼということで、駄菓子屋に入っていきましょう。駄菓子屋系 YouTuber になってる。でね、ここもね、すごく綺麗な店内ですよね。でね、ちょっとさっき入っちゃったんですけれども、いっぱい駄菓子屋ありますね。いっぱい駄菓子屋あります。で、一番注目してほしいところ、駄菓子屋もそうなんですけど、見てください、仮面ライダーのね、フィギュアがめちゃくちゃある。やばいっすよね。もうね、胸がドキドキしちゃいますよ。このファイズの仮面、これやばい、やばい高いです、ね、多分好きなんでしょうね、ファイズ。いっぱいある。やべえよ。ゴーストちゃんとね、最新の仮面ライダーエグゼイドもいます。そしてここには佐藤健さん。え、これって来たんですか？そういうわけじゃないですか？おお、すごい。佐藤健さんがすごく若いやつ。そうです、仮面ライダー好きなんです。自分もね、全作品は見てないんですけれども、本当にすごい、いっぱい売ってる。で、エアガンも売ってます。で、デザートイーグル。デザートイーグルはね、僕がね、小学5年生とか6年生の頃買ってましたね。ホップアップシステム搭載のデザートイーグルです。で、こっち行きますと、ルパンも好きなんでしょうね。ワルサー P38 ルパンの銃です。これもね、小さな頃、中1ぐらいの時に買った思い出があります。今持ってるのすごいですね。はい、駄菓子屋を買わずにすごい語るっていう。さあ、それではカゴ2個取っちゃった。さあ、それでは今回佐藤仁さんが買う駄菓子をチョイスしていきましょう。新しいチョコエッグシリーズも出たんですね。ちょっと失敗したな、発売日に買ってないっす。今すごく食べたいもの、近いうち実家に帰るんで、これ甥っ子にあげたいと思います。これ甥っ子がすごい好きなんですよ。3種類からの、これでね、昔小学校の頃かな、銀歯取れた思い出があります。グレープ餅、すごい種類がたくさんある。僕が一番好きなのはコーラ食べてたな。ソーダあんまり買ってなかった。3種類買おう。青りんごと小桜餅とグレープ餅ですね。これ買おう。と言いつつ全種類買おう。大人買いです。銀歯取れないようにしないとね。今食べたい梅干し、僕がね、小学校の頃すっごい流行ってた。え、小島さん食べてました？ペッツめっちゃハマってましたよ。めっちゃ食べてました。しかもレアなやつとか、そうそう、ありました、ね、ありましたよね、うん、懐かしい。これの詰め替えとかもありますもんね。いや、懐かしいの、懐かしいものから仮面ライダーまであります。わかります？わかりますよ。私が写したいのはケロロですよ。スーパーボールじゃないんですか？スーパーボールじゃない、ケロロ軍曹。なぜかケロロ軍曹の頭の上にトカゲが乗っかってるっていうオプションです。本当だ。ケロロ軍曹見てました？見てなかったですね。あー、すごい好きなんですよ。で、からのスーパーボールの左に笠井智臣がいて、そのスーパーボールの裏に前田敦子がいるんですよ、あっちゃんが。デラックス妖怪ウォッチが半額、本当に初期版っすよ。初期版が1728円で売ってます。手に入れてない方、買いましょう。そのちんさんはね、あれ合計3個ぐらい買いました、初期不良と。店内でのご飲食はご遠慮くださいって書いてありますからね。いや、気持ちいい。店内でのご飲食はご遠慮ください。今日じゃあ食べるシーンなしですね。そうですね、ここで食べるのはよろしくない。じゃあ500円で。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんも駄菓子屋行ってみてはいかがでしょうか。そしてね、またここに来てみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ケロロ軍曹の声優さんと個人的に会ったことありますね。そこカットしますよ。